山本健一は、青森県南津軽郡大谷町出身の、クロスカントリースキー選手。オリンピアン。旧生五所川原農林学校明治大学、青森英林局中学時代から才能を発揮し、1940年の第18回全日本スキー選手権、大会クロスカントリースキー個人長を距離、少年の部で優勝。その後、明大に進み、 1942年から1943年の同大会個人長距離、青年の部を連覇。同じ1942年から1943年の全日本学生スキー選手権大会では、リレーで連覇したほか、1943年の個人長距離で前年王者の落合力松を破り優勝。戦後1948年に再開された。 全日本スキー選手権大会個人長距離ではライバル落合に敗れるが翌1949年の同大会同種目は山本が制した。1952年オスロオリンピックの代表に選出されクロスカントリー男子 18km では80人中22位に入る検討を見せた。山本らはオスロで五輪終了直後に開催された。 ホルメンコーレンスキー大会にも出場したが、山本が登場すると監修から大歓声が上がったという。2002年2月26日、肺炎のため79歳で死去した。ありがとうございます。